まあ、まずはインディーと同じように飛び出した後しっかりと小さくなって上半身と下半身をひねる。掴んだ後に後ろ足を前に出しながら前手、この場合左手を後ろ足の方にグッと引きつけてあげる、まあ、ひねるんだね。そうするとこの壁みたいにかっこよくクレールができるんで、やってみてください。